どうも、Dチャンネルのデュースです。どうも、Dチャンネルの清盛です。この Dチャンネルもね、2014年に、このチャンネルを開設しまして、10周年ですね。わー、1年目の頃からやってた企画がありまして、おう、久々にあれを見かけちゃって、はい、やるしかないなということで。ターキー、デュースさんって言ったら、もうあのターキーの唐揚げしか出てない。ああ、そうですか。まあでもこれを見たら、あ、これもあったかっていう。今回いたしますのは、まるちゃん、赤い天ぷら、緑の天ぷら。いやー、そうだ、まるちゃんだ。これまで D チャンネルは数々、まるちゃん軍団と熾烈なね争いをしてきたわけなんですけども、つってもですよ、まるちゃん天ぷらのあれ参戦初じゃないですか。初めてですね。で、コーヒー、トマトジュース、青汁、まあ、白い力持ちだったら、まあ、牛乳、はい、黄色いなんとかだったらコーンポタージュとかね、そうありましたけど、やってきて、今回ね、また新たに赤い天ぷら、緑の天ぷらとね、はい、歌ってるのに、見てくださいよ、つゆの色全然赤くないし、緑色じゃないんですよ。お疲れ様でした。まあまあまあ、やだやだ。まあちょっとね、さっきもねポロッと出ましたけども、はい、前回は赤いきつねうどんの時にトマトジュースでやったんですよ、はいはい、緑の天ぷらそばの時は粉末の青汁を加えてやったんですけど、今回はちょっとこういった感じでやりたいと思います。赤い方はですね、こちらパプリカ、パプリカ、緑の天ぷらの方は小松菜。ちょっと待ってください、ダメ、あ、小松菜はダメなんだ。どうしました？この前鍋で失敗してんすよ、小松菜で。担々鍋を作ったんすよ。小松菜の苦味とえぐみがとんでもなくて。で、さらにここに玉ねぎも、はい、一応用意したんですけど、どうするかっていうと、パプリカはパプリカで、小松菜は小松菜で、それぞれポタージュにすると。ベジポタ。そうすれば真っ赤なスープ、真緑のスープができるんじゃないかということで。なるほど、帰らせてくれ帰らせてくれ帰らせてくれ、やだやだやだ。花が咲いたら。パプリカって自分生で食ったことないですよね。あ、じゃあまあかじってみたらいいんじゃないですか。かじってかじってかじって、ミックス。何をやん。はい、よいしょ。あ、うん、ちょうどね、ここにマヨネーズが。特に感想なし。何回。でもあれじゃないですか、よくよく考えたらもう一つ赤かったじゃないですか。うん、己の血。緑入りました。玉ねぎも半分ずつ塩みたいにやるんじゃない。マージなぜなぜ。うらー、いいですね、厨房みたいな感じになってる。あー、やった、同時にやった。おー、はい、もう我が家はもう直接水をぶっかけるスタイルです。本来よりポタージュっぽくするんだったら、ここにジャガイモ加えて粘度を上げるっていうね。あ、じゃあ赤にこれ入れましょうか。うらー書いてあるかもしれないけど、もともと一味入ってますからね。さらにやめな。そして今見つけてしまったんですよ。何ですか。それ塩っすね。さっきのやつ出せばよかったじゃないですか。塩なんですけど、なんつったんだ、あのね、なんだ、塩分カットとかそういうの書いてある、なんかグルタミン酸カルシウムとかそういうのがいろいろ入ってるんですよ。じゃあダメだ、はい、許さん。これは塩分ではない。塩分ではないとすると、自分は曲げ物だ。これうちの母親からの仕送りなんで。どうもどうも、すごい優しい塩ね、ありがとうございます。本当に優しい塩、体に健康を使ってね。デブさんもこうやってお腹が、ね、ボンボンになっちゃってるから。あ、いいですね、熱が入ったと思うんで、ちょっとこれで粗熱を取ります。しばらく待ちまして、冷めた感じだったんです。完全に映ってなかった。さあ、これでぐるぐるになるまでやってください。さんさんと鍋をしていいから。何何何事何事みたいな感じ。
何やってんの何やってんのみたいな感じで全然よく来てる。あらららららはい、なんか裏側から漏れとる。あ、じゃあまあこんなとこっすかね。そうっすね。そしたらここに上の裏越しするやつあるんで。はぁ、はい、こんな感じで緑色のスープができてまいりました。エイリアンの液体が出てきました。くんだぞこの後花が咲いたら。あ、でも下の方も完璧、もうカゴメ野菜生活です。野菜生活が始まります。これで右左間違えたらね、これでアベコベになったらもう全てが台無しですかね。こっちに赤いの出ちゃったらさあ見てください。ほんとね、天ぷらもね実際緑色してるんですよね。それに合わすかのようにちょっと緑のねつゆを、これはふりかけだから後でいいのか。そうっすね、味付けはこちらの粉末スープで、そして赤い天ぷら、こちらそばなんで3分でいいんで、この方は紅生姜天ということでね、天ぷらの色も赤色でございます。あー、さあ両方とも沸騰が始まっております。おー、入ってくる、ビシュビシュになった、入ってくる、まあ、フライパンだからしゃあない、よいしょ。あー、でも重量的には割とジャストか、よし。さあ、というわけですね、作成時間2時間です。意外とね、かかっております。さあ、パプリカポタージュの赤いそば、真の赤いそばになっているのか。はいよ、赤いで、付属の唐辛子をかけて、ちょっとじゃあ箸でちょっと沈めてみて、スープはどんな感じか、真の赤いスープになってるか。お、あ、赤いんじゃないの。お、結構赤い。あー、で唐辛子の香りが、おうわー、赤いな。こんなもんか。はい、真の赤い天ぷらそば、いただきます。いただきます。ほー、甘うまいですね。甘うまいですね。甘いや、好き、俺は好き。これ天ぷらがバカうまい。天ぷらのくどさがベジポタによって相殺してるんですよ。で、旨味がすごい、なんかいつもに格段上がってません。うまい、よさげなのかもしれない。紅生姜店の酸味が立ってるところをね、だいぶまろやかにしてくれてますよ。玉ねぎ入れといてよかった。今の大友人の地球に生まれてよかった。じゃあ緑のたぬき、じゃあ緑の天ぷら、真の緑の天ぷらとなっているのか。おー、うわぁ、お前だしの粉なんかまだ溶けきれてないんか。そうっすね、いや、マジ緑、マジ緑、あー緑、あー、これ緑だ、緑水槽って言ってるようなもんでしょ。青汁の時よりもうまいこと言ってる気するね。青さの方が多くなった方をデベさんに渡そう。いいんすか。いいですよ。あ、青さ青さを多めのところがちぎれた。そんなに俺のことが嫌なのか。当たり前じゃないって。あーあー、でも本当にもう草の匂いだ。あー、だからなんだよ。せーの、変わらないけど香りが超強っ。あ、若干の苦味あるか。小松さんの匂いがすげえ。自分はこの緑の天ぷらだけ事前に通常のやつ食ったんですよ、はい、その時の出汁の繊細な香りが小松菜で吹き飛んでますね。味はね、特に邪魔はしてないんですけど、匂いですね、風味が一番台無し。前の緑のたぬきの青汁のやつよりも青臭い。ダメですか。あ、それ打ち消すがごとく、ライオン赤を入れて、嘘でしょ。でもすげえ、ライオンの暴力ってすげえ。メシア。まあでも、なんとなく自分が予想していたイメージ通りのものはできたかなと思うんで、うん、ぜひともまるちゃんさん、臆することなくまたいろんな色のカップ麺開発してみてください。じゃあ今度は群青色でやってみよう。やっ